イエーイ、アイボーン。はい、残念でした。はい、残念でした。はい、そっちじゃありません、私はこっちです。所詮数でしか群れることのできない雑魚たちが、ここいや、そっちじゃないんだけどね。私のこのサイドステップにすらついてこれないとは。そんなやつに私はやられたのというのか。ということで上登っちゃおう。いや今結構経験値いってっからな。うーわー、炎のチャレンジャーじゃないですかここ。マジっすか。え、いやでもいけないこともないな。いや、いけないこともない。ちょっと待って待って待って、ゴー。おい、あ、ちょっと待って、やばいやばい。うわ、マジか、毒食らいやがった俺。マジかよ、えぐ。あ、ちょっと待って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 、一回毒消し飲んで。やばい、うわ、なんじゃこいつの攻撃力、えぐ。待て待て、ちょっと暗すぎる画面が、やばい、見えない。お前は毒を持ってるやつか。お前らは落ちないのか。お前らは食らわないのかよ。んだこいつだ、鬱陶しいな。おい、はい、お疲れ。やつがちょっとね、毒を持ってるからそれが厄介だな。あ、奥にも一匹いんな、くっそ。奥は私に反応している。私に反応していいな。貴様、この斧で死なないのか。だろうな。ちょっと待って、1個渡って、はい、残念。とう、やべやべ、くそやばい、くそ。最悪。ちょっと待て、私はとんでもないところに経験値を置いてきたのではないか。どこだ私の経験値は。どこで回収できる。下か、下にあるのか。どこにある。私はどこで死んだことになっている。ちょっと待って、経験値を返せ。やばい、いやもうしゃあないしゃあないしゃあない、やばいやばい、しゃあないしゃあない。ちょっと待って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 、マジで言ってんのお前。いやマジかよ、ちょっと待って、あんなペースでさ毒投げられたら、きっしょあいつ、きっしょ。んなあいつドン引きやわ、そんなもん。ここいいや。いやマジかよ、あいつ強すぎんだろ。いや待って、これ絶対違うわ、こっちから行くべきではない。うわー、ちょっと経験値やらかしたなこれ、かなりあったのに。いや、あんなね、あんな強いやつがね、じゃあ、あんなペースでね、経験値なやられたらね、もうたまったもんじゃない俺。ああれ、こいつは経験値持ってたろ、ラッキー。ということで私は安全に生きる男、一度レベルアップしていこう。いやー、お姉ちゃんかわいいな。あ、おかえりなさい、ご主人様って、お前かわいいな本当に。え、なになになに、俺はちょ見て、ほら。俺マジ筋肉バカでしょ、俺筋力しか上げてねえから、筋力しか興味ないからね。オッケー、これで767円か。ちょっと待てよ、私は万が一死ぬ可能性があるので、今のうちにこれを買えるだけ買っとこう。え、2個しか買えないの、あれ値上げしてんじゃん。 お前自分らさっき180円やったぜ、最初180、お前2倍って、お前ちょっと、それはないぞ。あ、こっちじゃないわ、いつもの癖で。いつもの癖でこっち来ちゃった。お、用なしだよ。クリアしちゃったからね。ということで私は第2ステージに、え、あ、こっちか、失礼。あの毒投げてくるやつはね、おそらくね、あそこはね、正面からじゃね、絶対無理。あんなね、あ、ボスより鬼畜やで、血に乾いた獣のよりね、鬼畜、毒のやり方が、あんなん絶対無理やもん。ということで多分こっちかな。いや待てよ、あれ仕掛けで施錠されている、あれ行くところがあそこしかねえな、やっぱり。いやだってさ、あれ通常キャラだよ。うや、あっつあっつあっつ、なんだお前、びっくりするわ、あっつ。
いやー待ってよ、この先行ったとしてさ、死んだらまた同じところやらないといけないんでしょ。ちょ、このさ、白い丸薬っつうの、毒が治るやつ、これめっちゃ高いんだよ。690円くらいするんだよ。もう5個飲んじゃったよ。5個飲んだのに向こうにすらたどり着けないんだよ。無理だよ、そんなの。ちょっとどうしたらいい。せめてロックオンとかできたら火炎瓶投げれるんだけど、距離がありすぎるな。ちょっと待ってよ。待て。そうだ、いいこと思いついた。あ、じゃあ銃はいるな。銃じゃなくて、この木の盾を装備してやな。これいけんじゃん。これで毒効果がちょっと、毒食らうんかな。いや、まだ。まず後ろのやつがさ、俺にロックオンしてくれないと困っちゃうな。あーなあ、やめてやめて、死ぬ、とう。ちょっと待て、ちょ、マジで死ぬから、お前、ちょ、やめろや、やめろや、お前マジ投げてくんの、ほんと。よいしょよいしょ、お前らには用ないんじゃ、お前ら見たらクソザコは。ちげえんだよ、あいつだよ。でもこれ行くしかないな、毒食らいながら行くしかねえ。よいしょ、ジャンプして、やばい、よし、ほら、この野郎が、お前、死ね、お前。あ、ちょっと待て、やばい、ちょっと待て、やばい、どっちつかずなる、もう。あかん、鬼門すぎる、これ。はい、残念でした。もう一発投げてくるんちゃう？おい、読み通り、はい、残念でした。なめんなよ、血芸中級兵のこの成長速度。わ、またここやな、これ。これもう毒食らうしかないから。しかもな、ちょっとやっこいのがさ、一個投げたら、ここでかわす。わ、うまここでかわす。うまうま俺で、一回下がってまうんや。一回下がってまう。オッケーやっば、なんなの俺、この紙一重みたいな。ちょ、来いや。お前ら、なんかガーンみたいなならんの？ちょ気まずいって、そんな。よいしょー、よし、落ち着いていこう。私ならできる、絶対できる。投げてこい。はい、投げてきて、かわして、よいしょ、いけ、切ってまえ、よし。あかんかん、手離したらか。やったぜ、来たぜ、新境地。わ、調子いいね。失礼しまーす。わ、やべ、なんか来た。ちょっと待て。一回、よし、でかいのにしよう。でかいのにして。あいつなんか火炎瓶、なんか、やべ、危ね、危なくない、やばい、ちょっと待って、聞いてない、ちょ、危ない、どっから来た。うわ、階段2つあるのか。あぶんな。ふぅ、危ない。ランタンつけて、ちょっと、危ないよ。まだ来るね。あー、ちょっと暗いな。松明が欲しい。いや、こいつは弱くない。攻撃力はそんな高ない。え、めちゃめちゃ来るやん。マジかよ。何人来たって無駄だぜ。弱すぎるんだよ。なんだその、薄っぺらい体力は。そんなので私に挑もうなぞ。100億年早いわ。死ね、雑魚が。消え失せろ。仕方ないね。すぐに仲間に合わせてあげるよ。あの世でな。あれ、ちょっと待って、今俺チラッと見えたよ。正面で永遠とリスポンしてね、こいつ。ちょっと待ってよ、こいつ永遠とリスポンしてるけ。あー、リスポンしてるわ、あいつ。ちょっと待って、あかん、松明にして、どうすればいい。ちょ、やつリスポンしてるぞ。なんだよお前、リスポンすんなや。俺死んでないんだぞ、こいつを。よし、いける、よっしゃ、危ない。うわ、毒食らった、マジか。一撃で毒食らうのかよ、えぐいな。なかなかえぐいことしやがる。貴様毒を持ってるのか、気づかなかった。どうすればいい、このあいつか、貴様。うわ、後ろから降ってきやがった、やべえ、危ない。ちょっと待て。オッケー、貴様だろ、リスボン。オッケー、よーし。ちょっと待って、お前らステージ2から全員毒耐性持ってるとか、そんなさ、ふざけんなよ。何も金あっても足りんし、そんなの。わっ、やばそうなのいる。明らかにやばそうなのいる。マジかよ。ちょっと待ってくれよ、これショートカットあるんじゃなかったのかよ。ないの？ないね、ないんだよね、これがまた。
うわー、ということはここまだ死んだらあかんっていうとこやな。あ、ちょっと待ってくれ。私はこの水色に光るこれ見逃さなかったぞ。これは何だ、何でもないじゃないか。ふざけるなよ、クソが。待て、あいつも通常キャラなのかな。こんなところで私はこけるわけにはいかんぞ。うわ、最悪や。うわ、ちょっと待って、マジで言うてんの。やばい、これはやばい。え、俺来るレベル間違ってね？間違ってはないのかな？正面には敵はいないね。あ、いるわ。参ったなあ。あいつだけを石ころで。ああ。こいつ、石ころで。来い。来てくれんかな？いや、あいつも毒か。きついな。毒持ってんのか。火炎瓶だ、おら。よーしよ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 し。こそこそするぞ。私はこそこそするぞ。よし。で、こちらにいる敵も。やべ、毒食らいそう。うわ、最悪食らってもうた。あー、やってもうた。参ったな。あと1個しかない。お前強いのか？ここで私はこけるわけにはいかんからな。火炎瓶でしつこく攻める。よし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 、よく燃えるなあ。注意ですかねー。オッケー、仕掛けを動かそう。これであのショートカットのドアが開くんじゃないか。わ、すごい。何これ、アンロックで。へえ、